ステルス性、ステルス性、ステルス性とは、軍用機、軍艦、戦闘車両等の兵器を、レーダー等のセンサー類から探知されがたくする、軍事技術の総称である。単に、それらの技術を取り入れて開発された兵器を指して、ステルスと呼ぶこともある。ステルス性という言葉は、ある兵器が、センサー類から、どの程度探知されがたいかということを相対的に、表す。 正式な軍事用語としては、低観測性といい、略して、LO 特性などと呼ぶ。ステルスの本来の意味は、こっそり、隠れるなどである。ステルス性を実現するための軍事技術が、ステルス技術であり、電波の反射、赤外線の放射、地球の磁力線の変形、音響的非探知、視覚的発見の抑制などである。レーダーが発達した近代においては、 非常に重要な技術であり、最新の兵器、特に車両や船舶、航空機は多かれ少なかれ、ステルスを意識して設計されている。妨害電波、ジャミングやチャフ、フレアなどの濃度型電子対抗手段、電子的に疑瞞することは、ステルスではなく、ソフトキルと呼ぶ。人間の感覚器官による発見を防ぐための手段は、古くより行われてきた。例としては、 忍者が足音を忍ばせたり、騎兵が馬の稲泣きを消すこと、槍兵が穂先の反射光を消すこともステルス技術である低騒音技術、低視認技術、カムフラージュ、代表例は、迷彩など、環境全般に影響を減らし発見されるのを防ぐ、行為も、また、抗議のステルスと言える。ステルス兵器といえど、絶対に発見されないわけではない。 自ら通信用の電波を照射した場合、レーダーに近づいた場合、または飛行機雲によって発見される恐れもある。まずレーダーが物体を探知する仕組みについて説明する。ステルスで議題となるレーダーとはすべて一次レーダーである。航空交通管制に使用しているトランスポンダと情報を交換するような二次レーダーが議題となることはない。電波が 物体に当たっても反射波が戻ってこなかったり、反射波をレーダーが拾えなければ、レーダーは物体を探知できない。レーダーは反射波を捉えることによって、物体の存在を探知している。そこで、以下の2点を工夫することで、ステルス性を向上できる。それぞれは、形状制御技術と、電波吸収体技術によって実現化が図られている。電波に対し、 どれだけのステルス性を持っているかを表す値として RCS という言葉が使われる。この値が小さければそれだけレーダーに探知される距離が短くなる。特に断らない限りは RCS が最小となる正面での値が書籍などでの RCS 値となるが RCS 値はすべての方向からのものが存在する。RCS は面積の次数で表せるが 1>, 1メートルとの比較をデシベルで表記することもよく行われる。単位は M または DBSM で表す。例えば1メートルは 0DBSM、2メートルは 3DBSM である。次に、レーダーの方程式を示す。レーダーの最低受信電力フォーミュラ1が分かれば、RCS がシグマである目標からの最大探知距離、R は次の式で計算できる。 上記の式より、探知距離は、RCS の4乗値に比例する。例えば、B-52 の RCS が100メートルで、回 -117 攻撃機の RCS が0.025メートルと、すれば、イコール8倍のレーダー探知距離の差が生じる。また、探知される距離を2分の1にしたいのなら、RCS はその4乗の16分の1にする、必要がある。 RCS は何か直接の反射面積を表しているわけではなく、あくまで軍用機の電波に対する低発見性を数値化して比較するためのものである。RCS が0.01メートルだから10センチメートル角、四方の金属板と同じ反射であるといった表現は、よくある間違いなので注意が必要である。例えば1メートルの金属板が、 レーダーに直角に位置する時の RCS は14000メートルであるように、一般に反射面積と RCS の値は異なる。戦闘の際に相手のセンサー類に補足されがたいということは、それだけ相手より優位に立てることを示している。そのため、現在において各国のステルスへの注目度は高く、今後もステルス性を考慮した各種の兵器が開発されていくと思われる。 一般的に軍用機は敵に発見された場合のリスクが比較的大きく、それを最小化できるステルス技術が重視されている。軍艦等では単行性に支障が出ない程度のステルス性を持たせているものが多い。戦闘車両に対して空中からのレーダーによる探知が始まってはいるが、今のところはまだ限定的なためや地上車両に対する。 それほど有効な技術が存在しないために、電波に対するステルス性はあまり考慮されてはいない。多くは目視に対するカムフラージュや赤外線への対策を行っている程度である。形状制御技術は、ステルス性を求める兵器にとって重要である。以下の形状は、レーダー弾面積を増大させる。形状制御技術は、兵器の外面に、これらの形状が露出するのを避ける。 感染ならば、上部構造物の外面や還元を単純平面で構成しこれを垂直方向から斜めに傾けることで、多くの場合に水平方向から放射されるレーダー波に、対してその反射波を同じ水平には戻さない。アンテナマストには、EM-S、先進型平過イマスト、センサー、アドバンストインクロスドマスト、センサーと呼ばれる単純平面で構成された。 FSS 機能を備えた大いをかぶせる。などの工夫を行っている。軍用機では、主に正面下方から RCS に注意を払い、側面方向にも気を配っている。もともと流線型の機体であるため、正面からの RCS は比較的良好であるが、ジェットエンジンの吸気口からコンプレッサーのファンブレードが見える場合は、吸入流路を延長湾曲して、 隠したり、斜めに取り付けたメッシュやグリッド状の部品によって、電波反射を抑える必ずがある。磁気のアンテナを覆う機種、レドームに FSS 機能つまり、電波の選択等化性を備えた、遮蔽材を使用する。戦闘機や攻撃機なども機外に搭載するものがある場合には、RCS が悪化するので、できるだけ機内への収容が求められる。速報への配慮として、 垂直尾翼を斜めに傾けるか備えないですます。機体側面は主翼付け根から機種まで水平方向への張り出しを付けるか全翼機として胴体側面から垂直面を排除するなどの工夫を行っている。また反射波を全て同じ方向に返すため上から見ると機体の主翼、水平尾翼、エンジン前縁の角度を同一とし正面から見ると 垂直尾翼とエンジン側面の角度が同一とする工夫が行われている回 -22 の3面図参照。ステルス性の観点では対象物の大きさも影響する。X バンド8から 12GHz では波長 3cm 以上であるが C バンドや S バンドでの対象物の部分的な長さがレーダーの波長と共鳴すことも考慮される。また反対に 4波長の厚みを持った電波吸収体に入社したレーダー波は表面と裏面の2箇所からの反射によって互いに打ち消し合ってうまくすれば消滅する。電波吸収体技術は形状制御技術ではコントロールしきれなかった鋭角などに電波吸収体または電波吸収材料と呼ばれる物質を使って電波を吸収し反射波をらす技術である。 電波吸収材料は大きく3つに分かれる。また、使用する形態によっても電波吸収体は分けられる。電波吸収体は電波特性、角度特性、変化特性、負荷特性の特性が考慮される。カーボンマイクロコイルを使用することで幅広い帯域に対する電吸臭が実現できる。コイル径が1から10マイクロメートル、長さは0.2から10ミリメートル程度で、 ポリウレタンのような支持機材中に添加量が1、WT% 1.5、WT% がマイナス 15dB 以上の最も効率的な吸収を示す。また、EM ファイバーと呼ばれるガラス繊維や合成繊維中に吸収する波長の2倍の長さのステンレス繊維を分散させた電波吸収剤がある。電波吸収体は、 インピーダンスの異なるいくつかの層を重ねることで入射電波を逃がさないようにできる。入射側は低インピーダンスとして内部深くに電波が進むにつれてインピーダンスを高し電波の反射を抑えながら効果的に吸収、消滅させることが図れる。有電性の吸収材料を使用してフォーミュラ2の厚みを持たせると有電率フォーミュラ3に対して フォーミュラ4に減らすことができる今のところラムの塗装型は効果であるという点や、メンテナンスに手間がかかるという点で問題がある。一部には、赤外線放射率が異なる塗装で各部を塗り分け、赤外線映像として見た際に、航空機の形状として認識され、辛いように配慮した機種もある。現在実用化されている、ステルス航空機の機体色は、マットブラックか、 ダークグレー系が大勢を占める。これは夜間運用時に効果的であると同時に極端に高度を下げない限り日中でも比較的目立ッない色であることがその理由として挙げられる。そのため現在ではレーダー反射塗料を使うと必ずしもその原色であるダーク系カラーになってしまうというわけではない。なお航空機に高度なステルス性を持たせる場合、やはり機体を ステルス性の高い形状にしなければならないが、航空機の場合、単純にステルス性に優れる形状であれば良いわけではなく、同時に良好な飛行が可能な形状すなわち、航空工学に基づいた形状も求められる。それらを両立するために、設計には非常に複雑な計算を必要とする。また、開発、生産、維持のいずれの段階においても、高技術力と、 高コストの両方が要求される。特に維持は困難で、飛行中に霧や霜や埃が機体に付着したり、ビスの締めが甘く、頭が少し表面から浮いただけでも、ステルス性は損なわれると言われている。したがって、費用対効果も悪くなりがちである。そのため、技術力が追いつかない、あまりコストを避けない等の理由で形状の工夫ができない場合は、ラムを使用する通して、 少しでもステルス性の改善を求めることも多い。感染や車両では、運用上の理由から、高価なラムは使用せず、外観の形状に配慮をする程度である。ナ回 -117 のステルス性は、その機体構造からレーダー入射波を散乱及び、後方背面波として、RCS を下げているものと考えられる。この機体のステルスの特徴としては、レーダーに対する RCS 低減は、 全方位でなく、前方方向と、背面方向に対して、RCS が極端に小さい。また運動性を犠牲にしているが、ステルス機の中では、RCS が、最も小さ、機体と考えられている。サイドワインダーミサイルのように飛行中の航空機が、放つ、赤外線を捉えて、自動追尾する、対空ミサイルが多い。航空では、周囲や、 背景の温度が低いため、パッシブ式赤外線画像装置で航空機自体の画像を捉えることもそれほど難しくない。これらパッシブ式赤外線センサーを備えるミサイルに対する最も単純で有効な対策は、自らの赤外線放射量を減らすことである。いかに航空機での赤外線でのステルス技術について示す。一般に航空機は、 赤外線誘導ミサイルによって攻撃を受けることが多く、特にヘリコプターは低空を比較的低速で飛行するために最も危険である。時期からの赤外線放射による被発見性を低減するためには、高温で排気される燃焼済みガスをできるだけ早く周辺大気に拡散させて温度を下げることや、高温となった排気のズルなどを周囲にさらさない工夫が必要とされる。 航空機自体の画像を捉えて、画像認識を行うミサイルシーカーに対しては、赤外線反射率が異なる塗料を機体に塗布し、航空機としての形状の検出を困難にする。フレアや赤外線レーザーの照射といった、ステルス以外の技術は本項目では扱わない。それぞれの項目を参照されたい。可視領域の電磁波での探知を困難にする技術は実用化されていないものの、 研究は行われている。いわば、見えない兵器を実現しようというもの。電磁波である可視光をねじ曲げて、その途中に存在する物体を目に見えないようにする技術が考えられている。2006年10月20日付の USA Today 氏は、デューク大学のデイビッド・スミスを中心した研究グループが、同様の理論でマイクロ波をねじ曲げることに成功したと報じた。 現在はまだ確立していない技術であるが、理論的には同じ方法で可視光をねじ曲げることが可能で実現可能であると主張されている。この技術によって目に見えない究極の戦闘機等を作成可能かもしれないが、問題は外から戦闘機が見えないのと同様に戦闘機からも外が見えなくなることである。他のアプローチとしては、 カメラとディスプレイ装置を組み合わせる方法がある。カメラで撮影した映像をカメラの後方に設置したディスプレイで表示する。原理的には後方から見た場合に何もないように見えるように調整できるはずである。これを前後左右に設置すれば四方から見ても何もないように見えることになる。問題は見る角度がずれてしまえば風景を映しているディスプレイがあると分かってしまうことである。 光学明細を施したい物体の表面に無数の超小型のカメラと表示デバイスを形成して買い、決まるというアイデアもあるが、技術的、理論的に見て実現の日は遠いと思われる。そこまで完璧な光学明細を実現しなくとも、周囲の色彩やパターンに合わせた明細パターンをリアルタイムに計算して表示するアクティブ明細のようなものでも高い効果が期待できそうである。 カメレオンの擬態のようなものだが、このようなものならば近い将来に実現可能かもしれない。また、人間の脳による視覚処理の裏を書いて、脳が認識できない、脳が混乱してしまうパターン、映像を表示するというアイデアもあるが、そもそもそういった現象があり得るのかはっきりしていない。なお、工学的な明細は技術的には非常に興味深い一方で、 乗り物に使用した場合は、騒音が大きいと音で、大体の位置が予測されてしまうためあまり意味がないのではないか、野外において、ホコリや泥が付着すれば簡単に無効化されてしまうのではないか、既存の明細塗装と比較して、明細効果そのものが過剰であり、投じるコストに見合った損耗率の低下が得られるのか、イコール非対効果に優れるのか、等の疑問も存在している。 など、景色が透けて、見えるほどの高額明細を積極的に必要とする、理由が薄く、当分は、研究、実験レベルにとどまると思われる。航空機のステルス技術の進歩が、レーダー電波による探知性能を弱めており、人の目視による敵航空機の捜索が無視できなくなる。いかに航空機の目視捜索を困難にする技術について説明する。 現在各国では、ステルス機の開発に加え、ステルス機の探知技術にも力を入れている。ステルス機は、レーダーの電波を発信された方向とは、異なる方向に反射させる工夫をしているが、この異なる方向の先に反射波を受信する専用レーダーがあれば、ステルス機でも反射波を捉えることが可能となる。レーダー波を送信する場所とレーダー波を受信する場所を、 はじめから話しておいて、両者間は通信線で結び発信されたレーダーの情報を受信側に伝える。このようなレーダーシステムをバイスタティックレーダーと呼ぶ。通常のレーダーをモノスタティックレーダーと呼ぶ。バイスタティックレーダーの技術を使えば、ステルス機をレーダーで捉えられる。以下の課題がある。1は、原子時計や GPS 衛星により高度な動機が、 可能となっている。2は、フェーズドアレイレーダーや、その発展型とも言えるデジタルビームホーミングや、高性能マイクロプロセッサによって、複数の新ビームを構成することで有効領域を広げることが可能となる。対象の位置は次の2つの交点から求められる。受信レーダーを複数持つものを、マルチスタティック、レーダーと呼ぶ。バイスタティックレーダーや、 マルチスタティックレーダーは、育成無性に優れ、敵の電波妨害に対して強い。パッシブレーダーは、バイスタティックレーダーを一歩進めた技術であり、送信側のレーダーは設けずに代わりに、ラジオやテレビ、携帯電話などの既存の送信局を、レーダー波源として利用するのである。バイスタティックレーダーの利点や特徴に加えて、レーダー送信局がいらないので、コストが省け、 敵の攻撃を受けるリスクも送信局分はなくなる。パルスは縮技術やレンジサイドローブの影響を小さくする技術により現実的なレーダーとなってきている。機体の長さなどの半波長の低周波数レーダーを使用すれば探知精度は悪いながらもステルス機を探知することが可能である。ステルス機の電波吸収のための処理の多くが 火器完成用の短波長の電波に主眼が置かれており、低周波数帯での反射が比較的大きいことも、探知側の有利に働いている。ロシアと中国はすでに VHF 帯を用いた、対ステルス機用のレーダーの配備を進めている。波長が1メートルほどの VHF の電波は、垂直尾翼や翼端部分の寸法に近く、ここから強い反射が生じる。 VHF 隊を用いた低周波数レーダーとして、ロシアは 55ZH6M ネボ M、中国は JA-27A スカイウォッチ A、JA-27 スカイウォッチ U を開発しネボ M と JA-27A は配備中である。艦艇の中でも潜水艦は究極のステルス兵器と呼ばれる。戦車の電波ステルスは主に天敵である。 対戦車ヘリコプター対策となる。髪型からの探知を防ぐため、上面のミリ波レーダーに対する反射断面積が抑制される。赤外線モニターや赤外線誘導兵器対策として、エンジン排気の赤外線抑制も重要である。排気を拡散させるほか、チャレンジャー1のように排気口を車体床下,下に設置する設計がある。 正面被弾面積を抑えるための停止車対抗は、停止人性も兼ねる。極端な例として、スウェーデンの STRV-103 は、待ち伏せ攻撃に特化するため、回転砲塔を排して、車対抗を下げ、停止人を実現している。光学迷彩のアイディアは、サイエンスフィクションにおいては、以前より使用されている。プレデターや広角機動体などを参照。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。